こちらが、ECMO 装置になります。血液流量と酸素を吹きつけている酸素をこちらで調整しているところです。札幌市内の病院にある集中治療室、重症患者を診療する様子が撮影されていました。男性は自力での呼吸が難しくなったため人工心肺装置 ECMO を装着しました。コロナ治療の切り札とも言われています。ECMO が逆に言うと自分の肺が機能しなくても呼吸を助けてくれる機械なので、そういった意味ではまさに最後の砦と言っても過言ではないと思います。この病院の高度救命救急センターでは道内のECMO治療のおよそ8割を担い、これまでにおよそ120人に上る重症患者の治療に当たってきました。この病院の医師が救命活動で参加した東京の病院では、ECMO が搭載されている救急車から患者を搬送するケースも。はい、じゃあ ECMO 今、はい、オンで、はい、今開けました。17時11分。ECMO の治療では、首や足の付け根から入れた管を通じて体内から血液を取り出した後、酸素を溶け込まして体内に戻します。体への負担が大きく治療に耐えられる体力がある患者にしか使えません。また24時間体制で看護師など10人近いスタッフが治療に当たるため負担がのしかかります。そのためにも重症化を未然に防ぐことが何より重要だと強調します。感染者の方がちゃんとある程度数が抑えられていれば、初めから介入をすることができるようになって重症化の割合も減るんだというふうに感じています。一方、重症化を防ぐと期待されているのが抗体カクテル療法。2種類の薬を混ぜて投与する治療で、重症化や死亡のリスク軽減に有効とされています。札幌市によりますと、これまでに24の医療機関で244人が治療を受けています。先月から抗体カクテル療法を実施している病院です。11人が治療を受け、明るい兆しが見えているといいます。熱に関しては、比較的、投与してからですね、2日以内に下がる方が、ほとんどですね。一定の効果はあるだろうと。しかし懸念も。抗体カクテル の抗体が効きづらい変異ウイルスが出現してくる可能性というのは当然あるわけですね。流行状況が今後どうなっていくのかっていうのはちょっと注視するべきかなと思います。救える命を救う、今も医療現場では最善のコロナ治療を目指しています。